エルザです。キラーを使わなくても特徴と対策がわかるブログ&動画、ということでやっていくよ。キラー苦手な人も初心者の方も、これ見てキラーを知ってもらえると嬉しいです。さて、今回紹介するキラー派というと、激ムズキラーの、ナース、を解説していくよ。ゆっくりしていってね。ナース派、初の女性キラーとして登場。本名派、サリー・スミッソン、でキラー唯一の既婚者。モデル派、サイレントヒル2の病院の雑魚キャラ、バブルヘッドナース、と言われています。に多様な雰囲気があるの派そのせいなんですよね。それではモデルも分かったところで、彼女が人を助ける立場でありながら、なぜキラーになったのか背景を見てみよう。サリー、スミッソン派、夫&ユーの建てた家で子供たちと笑顔で暮らすことを夢見て街に来た。しかしある日&ユーの親方がサリーを訪ねてきたとき、彼女の人生派永遠に歪んだ。彼女派クロータス、プレン、アサイラム以外に仕事が見つからなかったのだ。彼女の待遇派最低で、辛い夜勤担当であった。年月を重ね、彼女の精神派限界に達した。何十年もおぞましいものを見続け、彼女の目派養熟され尽くしてしまったのだ。ついに彼女派これ以上耐えられなくなり、心の浄化を求める欲望が膨らんでいった。ある9月の朝、職員が病院に出勤すると、50人以上の患者の死体と4人の職員の死体をベッドの上に発見した。唯一サリーだけがその夜を生き延び、ゆらゆらと体を揺らして呆然としていた。職員派サリーを救急車に乗せたが、病院にたどり着くことはなかった。救急車派機に激突しているところが発見されたが、サリー派行方不明となった。仕事が原因で精神が病んでしまい、救いを求めるため事件を起こしたのがきっかけとなっています。就職しなければ、こんなことにはならなかったのかもしれないですね。それでは、特殊能力を見ていきましょう。ナースの基本能力波鈍速になっています。移動速度波秒速 3.85m、脅威範囲波 32m で高さ波平均、特殊能力が強力なため、足が遅くなってます。では、ナースの特殊能力に移行。特殊能力波、スペンサーの最後の一息、でワーブ型だ。使い方波ボタン長押しで、移動先と距離を指定し飛んでいくというもの。ちなみに、この移動をブリンクと言います。ブリンク波、壁をすり抜けて上下左右に移動することができます。連続で1回行動することができるので、移動した瞬間サバイバーとの距離感を修正できます。ただし、失敗すると疲労が溜まるため、行動不能になることが多い。あと、ブリンクをするときに規制を上げるので、サバイバーにバレやすいです。さらに足も遅いためブリンク後に追いかけて一撃入れるのは非常に難しい。特殊能力だけで言えば、一番難しい部類になります。ただし、これが扱えるようになると一番強い能力ではあるので、キラーの連動が一瞬でわかります。それではアドオンを見ていこう。画像の通り20個のアドオンが用意されてる。ブログにも画像貼るから全部見たい人はそっちを見てね。特に注意をしたいアドオンがあるのだが、カブアナーの最後の一息、痙攣する呼気、儚い息切れ、の、図。簡単に言うと、カブアナーの最後の一息、は、ブリンク距離の増加、痙攣する呼気、は、ブリンク成功時のチェイス強化、儚い息切れ、は、ブリンクの回転アップ。基本ブリンクで行動をするので、回数や距離には気をつけましょう。固有パークについて解説しよう。天命、死恐怖症、看護婦の使命、の3種類、一つずつ確かめてみよう。天命、は、聴覚保護パークです。サバイバーの息遣いに関する音を大きくする効果があるパークです。まず、一撃与えた時にサバイバー吐いた身からうめき声を上げます。この声というのが実はキラーにとって探す要素として重要になるんですよね。なんとなくは抜いていても声によって居場所がわかります。特に強いのが、
鋼の石によるうめき声の 100% も半減できるという点です。どのサバイバーでも一撃与えれば声が聞こえるという点が非常に強いです。またこの全鳴波レベル3になると呼吸音が大きくなります。呼吸音というのは脳ダメージの際に実はわずかながら出ています。この呼吸音が多くなることにより無傷のサバイバーでも見つけることが可能となります。サバイバー派マッチングした時に呼吸音に気をつけてみるといいかと思います。視聴不詳派作用遅延系パークになります。アプデ前であれば治療の遅延も入っていた強しパークでした。ですが現在派修理や開口策といったペナルティのみとなっており、発電機やトーテムに対してのみの遅延となっています。このパークをつけて傷つけるだけで徐々に遅延が発生するのもいいですよね。あえて一撃入れてたのサバイバーを狙うのもありかと思います。イタチが飛び出した破滅といった発電機の修理ゲージを減らすパークと組み合わせ、サバイバーの邪魔をとことんするのはかなり強くなるかと思います。看護婦の指名派探知系パークになります。探知系といっても条件付きになりますが、治療をしているまたは受けているサバイバーを見つけるためのものとなります。ナースの特徴としては壁越しの瞬間移動です。わざと離れたふりをして回復をしているサバイバーを攻撃するというのは非常に有効的なパークです。ちなみに回復を長引かせたいのであれば、ずさんな肉屋で回復時間を伸ばしたり、観察&虐待で心音を抑え回復を誘発させたいところです。ナース派ブリンクをいかに予測するかが重要です。ブリンク派まっすぐ移動をするので急な旋回やカーブには非常に弱いです。一番いいのは折り返しですね。なのでチェイスをするのであれば、相手ナース側に走っていったり声が聞こえた瞬間に方向を変えるなどするとナースを撹乱することができます。あと派、ブリンクあと派、距離をしっかり取ることです。移動速度派一番遅いキラーなのでブリンクをせざるを得ない状況にし、ブリンクできそうな位置を誘導するようにしましょう。もし可能であればパレット近くや窓枠あと派、壁越しなどにしてなるべくオブジェクトを挟むようにしましょう。できれば壁越しがいいですね。姿が見えなければそれだけブリンクの予想が難しくなります。逃げ方がわからないとき派、とにかく壁を探して入り込みましょう。いかがでしたでしょうか。ナース派使い手のゲームセンスが問われるような気がします。デイリーチェレンジとかもあるんですが、それすらしたくないわら。それくらい難易度の高いキラーなのですが、扱う人が上手い可能性が高いので、対策だけでも覚えておきたいところですね。また、キラーの背景を知ってパークを見てみたり、特殊能力を見ると違う面白みがあると思います。一番派使ってみて実感するのがいいですが、キラーを使いたくないという人のために少しでも、キラーのことを知ってもらえたら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。